はい、どうも、ダークネスローツです。えーっと、お方、6時。まあ、朝なんやけどな。相変わらず夜中、何時やっ,たっけ ?2 時、多分2時ぐらいやったかな。2時ぐらいに目が覚めて、3時間ぐらい <laughs> な。なんか変な時間に寝たんやな、昨日も。うんまあ、まあ、いいけどね。<laughs> <laughs> 何時に起きてもいいしうんまあ家おる時やったらいつ寝てもいいしなめっちゃけ <laughs> 外で眠くなったりする時がだるいけどまあでも言うてうんあのね寒い時がさ一番結構やばくてそういうのって眠気みたいなのってまああの 仕事の休憩とかでもそうなんやけどさ基本的に冬まあ冬というか寒い時って当然外寒いわけやんかまあ室内でももちろん寒かったりするけどその暖房機器がちゃんとないとこやったら寒かったりするけどまああとなんかだだっ広い工場とかそういうとこやったらまあ寒いやろうけどまあそれにしてもその風を防げるだけ外にいるよりはぬくかったりとか まあ,あとその人がいるからどうしてもその二酸化炭素とかの関係でぬくくなるから気温気温というかうんその人工密度的なものでぬくくなったりとか体温も含めてねっていうのもあるから基本的にその外より中の方がぬくかったりするやんか。やからまあそのぬくいのはいいんやけどその寒い時って基本的にそういう状況になるからでしかもその。 集団で何か、まあ、そのオフィスとか、まあ、学校でもそうやけど、まあ、基本暖房機器具をつ聞く使うでしょ。使わないと寒いから。いくら室内とはいえね。寒いから絶対つけるやんか。ってなったらよりその外との温度差、これ俺前も話したかなと思うんやけど外との温度差が大きくなるやろ。ってなるとあの急激に眠くなるんよ。そのなんていうの、睡眠不足じゃなくても眠くなるから。 そのガチで睡眠不足やったら本当耐えられないぐらい眠くなっちゃうからでそういう時期だったらそういうなんか冬場とかの時期だったらほんま睡眠に気を使うっていうかその寝不足で動いたりするのはほんまにしんどいなと思うけど正直夏場はねそこに関しては楽なんよね。その暑いこと自体がだるいから正直夏は大嫌いなんやけど。 そこに限って言うならいいねっていう感じ。うんでまあ、<laughs> めっちゃどうでもいい話してんな。<laughs> あの、まあ今日何日だっけえー、っと、5月の18日か、うん。もうね、半分以上ね、5月も終わって。 もうちょっとしたらもう6月バリバリになったらさまあまあ今でももう雨降って梅雨の時期って言ってるけどまあメインは6月でしょうまあから7月の頭ぐらいまででしょうまあね雨結構あれやと思うけどうんまあ雨が降ろうが何だろうがとにかくもうねこの5月の終盤ぐらいまあ今ぐらいの時期から 10月の頭ぐらいかな。まではね、もう、正直、他のこと、他の要素とかどうでもいいもんな。もう熱いこと自体が誰、これ昨日も言った、昨日もラジオで言ったと思うけど、ほんま頭バカになるわ。何も考えられへんし、考えられないというか、考えれるけど、ネガティブなこととか、もう何の意味もないこととか、言ったら、その、本来、平常な、 時というかそのフラットな状態精神状態の時に思い返したらそれ考えてる時間めっちゃ無駄とかいやなんでそんなこと考えてたんやむしろその無駄は別にいいよ。人間無駄をね全部切り捨てたら何も面白くないから無駄を全部問うのっていうことではないけどただその無駄かどうかの以前に。 なんでそれをしたかさえ自分でも理解できないぐらいその意味不明な言動なり行動なりをしてしまうぐらいあのだるいもんね。だがバカになるっていうことでまあだから今日なんかは全然あのそれこそゆっくりの編集もまあ昨日昨日はまあちょっとやったかな。でも今日全然やってないもんね。 うん、まあずっと家におって暇だったわけではないから昨日と違ってっていうのもまああるけどうん何にしても全然そのキネマスターも触ってないしそのゆっくり系のその何かを集めその素材を集めたりとか次の動画の準備したりとかも何にもしないもんだ今日は。やる気がなかったっていうのもまああるっちゃあるけどまあ。 うんまあ、ちょっとね他にその空き時間でやるやらなあかんことがあってまあゲームなんやけど <laughs> ゲームなんやけどっていうかまあちょっと案件というかねそういうものでちょっとあの小銭稼ぎのためにやってるゲームをまあちょっと早めにあげなあかんくて、まあ、その関係でちょっと、うん、今日は何もしないまあ今日っていうか昨日か。 昨日からまあ今日今今に至るまで、うんまあ、今日の昼とか夜とか、まあ、場合によってはまあ明日の夜中かもしれんけどぐらいにはまあ次の第12、2、2? 3? <laughs> どっちやったか忘れたわ12かな多分次この編集をねまあなんとか仕上げてあげたいなと思うけどまあ今日はあげられへん。 あげられへんそうっていうかまあもうすでにあげれてないからこの時間になってる時点で <laughs> 言うて6時になろうとしてるからこれ喋ってる時点でだからまあ今日はあげられへん今日っていうか今はあげられへんからまあラジオでも一本あげとこうかなっていう感じですまあ近況的にはそんな感じかなうんまああとねその YouTube が僕そのゆっくりなこともそうなんやけど YouTube 側に振った活動をしていこうってまあえーっとね今年の頭ぐらいからそういう風な方針でまあ人にはそんなに言ってないけどまあそういう方針でいるんやけどまあどうやろうねラジオとかでもその話したかもしれんけどそういう方向でその登録者増やしたりとか。 っていう方向にシフトしてまあ配信はツイキャスでやってるんやけどそっちはまあほんまになんか手が空いた時とか気が向いた時ぐらいにしようっていう感覚でやってるんやけど今ほんだからほんまにどうやろう1ヶ月に2回ぐらいしか多分や枠やってないと思うんやけどどうやろ夏場になったらもうちょっとはやろうかなとも思ったり <laughs> なんか思いい直してはいるんよねもうちょっとやろうかなっていう,うん,なんかね手が空きすぎるのもよくないなと思ってそれ配信って結局俺そのできな配信が全然できなかった時期前,前にもその話したと思うけどその配信がまあ諸事情で全然できなかった時とか結構苦労したし外で配信したりとかも頑張って。 言ってたぐららいやからそれぐらい固執してやってたものをそのいくらその状況が変わったからっつってさ簡単に捨てるまあその選択と集中って言葉もあるけど、うん、そこまで切り捨てるのも違うかなって思うから、うん、そっからこういう活動が始まってるからな言っても。うん、だから もうちょっとはやろうかなと。せめて週1ぐらいは、定期配信とは言わないまでも、うん、週1ぐらいでは配信もやっていこうかなって、今は思い返してます <laughs>。まあまあまあ、そんなん夏って言ってるぐらいやから、7月とかそんな話やから、多分今月、来月は、そんなんせえへんけど、まあ、言うても来てくれる人はいるからね、多少なりと。 全くいないいななわけではないからまあそのためにもね。と思いまして <laughs>。はい。まあそんな感じでもうそれ以上喋ることないわ。まあとりあえずゆっくりは今日の夜ないしまあ日付変わって深夜朝方とかに次のお話をあげようと思うんでよかったら楽しみにしといてね。ゆっくりしていってね。 はい、お疲れです。バイ。